行くぜ。物心ついた時にはこの空に浮かぶ島にいた。マスターエメラルドという巨大な宝石を一人守って、理由なんか知りやしない。ただそうだったというだけだ。今も、そしてこれからも。なんだ、お前は。ああ、マスターエメラルドだ。お前の仕業か。なんてことしやがる。くそ。待て。始まったか。マスターエメラルドがなくなれば、その力で浮いていたこの島はまた落ちる。エメラルドのかけらを早く集めて、マスターエメラルドを復活させないと。しかしエメラルドのかけらはあちこちに飛び散ってしまった。手当たり次第に探すしかないか。ま、こんなもんだろ。列車は運行いたしておりません。派手なところだ。見つけたぜ。まあこんなもんだろ。なんだここは。見たこともない。いや知ってる。俺はここを知っている。ここは一体どこなんだ。我が国の繁栄のためには必要なのだ。あの7つのエメラルドはまだ飽き足らないっていうの。他の国に攻め込んで物を奪ったり人を傷つけたり、そんなのはもうたくさん。誰にもあの人たちの聖域を奪う権利なんかないのよ、父さん。あれ、ここはステーションスクエアに戻ってきたのか。どうなってんだ一体。ああ、何やってんだこいつら。ドクターエッグマンじゃないか。あの光ってるのはマスターエメラルドだ。待て。やい、ドクターエッグマン、マスターエメラルドを返せ。ナックルズ。違う、これはマスターエメラルドじゃないわい。確かに。まあいい。貴様には腕試しの相手となってもらおう。カオス。カオス、そいつはちょっと違う気もするが、いや間違いない。エメラルドが壊れた時のあいつだ。探す手間が省けたぜ。礼はしなきゃいけないからな。いいぞカオス。バカな、姿が変わった。そんなハッタリは効かないぜ。口ほどにもないやつ。やりおったな。まあよい、まだまだカオスの力はこれから。何を負け惜しみってやがる。それよりいいことを教えてやろう。ソニック。何？ソニックはどうかしたのか。あやつもマスターエメラルドを狙って飛び回っておるぞ。なんだってこんなところで油を売っとる暇はないのではないか。どういうことだ。ソニックがマスターエメラルドを狙っているっていうのも気にかかるが、とりあえず俺は俺で探すしかないな。シャベルクロウよ。土や岩の上で穴掘りができるの。ジャンプボタンとアクションボタンを同時に押してみて。おらおらおら。しよっ。まあ、こんなもんだろ。ステーションスクエア行き列車、まもなく発車いたします。あ、ソニック。あの光ってるのはマスターエメラルドか。くそ、一つたりとも渡すわけにはいかないぜ。ナーコーズ。何しやがる。問答無用。そのエメラルドをこっちに渡してもらおう。何、そうはいくか。いてっ。やるな、ナックルス。いてっ。しまった！カオスエメラルドが。かねえ。わしの口車に乗りおって。そいつはカオスエメラルド。わしも楽をしたいのでな、お前の性格利用させてもらったわい。どういうことだ。もしかしたらまさかまたエッグマンに騙されたのか。うるさい。単純というかなんというかこれで4個目じゃ。カオス。口ほどにもないやつ。見たか、我が万能空中要塞エッグキャリア。まだまだカオスの力はこんなものではない。いずれ再び合間見えおうぞ。ソニック、追いかけよ。僕の研究室が近くにあるからトルネードを出そう。ああ、ソニック、俺は他にやることがある。すまないな、ここまでだ。そうか、オッケーなコース。あんなやつ俺たちだけで十分だぜ。よし行こう、セールス。